皆さんこんにちは。こちらは山水 AUD607X です。発売は1984年、当時の値段は79,800円でした。山水の絶頂期に登場した商品です。当時の山水はアンプを作る最強のメーカーでした。特に607シリーズは最もよく売れた人気商品の一つです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。実行出力は同じ頃発売されたライバルに対して控えめです。これは X バランス回路を採用したことと関係がありそうです。X バランス回路というのは、パワーアンプをプラスマイナスのブリッジ構成にして、グランドをフローティングにした構成です。大電流が流れるパワー系と信号系のグランドが分離されることで、音質に有利と言われています。4オームの定格出力が不明です。これは測定で明らかにしていきます。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。1W から定格までフラットです。ということはこのアンプには音色がありません。定格まで広域がフラットですので、下と応答も完璧です。4オームの実力は113W でした。同じ価格帯のライバルに比べると2割くらい低い数字です。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。同じ年代の製品に比べると多めです。ノイズが多いのは回路が複雑なことと関係がありそうです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジは 1W で 100dB あれば十分ですから、ここは全く問題ありません。ダンピングファクターを見ていきます。広域で少し落ちる傾向がありますが、ほぼカタログスペック通りです。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。素晴らしい性能です。ギャングエラーはほぼないと言っていいでしょう。安い部品が使われていたので心配でしたが、これは問題ありません。このボリュームには個体差がありますが、当たりを引いたようです。このアンプにはフォノイコライザーがついていますので、性能を確認します。一番上の線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音はこれより下にあれば問題ありません。MM も MC も十分な性能です。こちらはフォノイコライザーの価値を決めるノイズの性能ランキングです。矢印が今回のアンプです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。このアンプの音は原音と区別できませんので、今回も現実の視聴を模擬した音をお聞きいただきます。それではどうぞ。
古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。フレンドコモデピも一緒に、フレンドクスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。 ABC の違いは次の通りでした。今回のアンプはギャングエラーがありませんでしたので、わずかな音量の違いがどんな感じに聞こえるのかご紹介しました。 ABCA と切り替わる際の音量差がわからなくなるところが、視聴で音量を合わせる時の目安になります。例えば C から A の切り替わりは 1dB の差です。ここで音が変わって聞こえる場合は、視聴の際に音量の差を 1dB 以下に揃えないといけません。このアンプは同じ価格帯のライバルに比べて低負荷のドライブ能力が低い印象です。これは X バランス回路と関係があります。X バランス回路は電源の巻き線が左右のチャンネルで独立しています。すると1回路あたりの電流容量が減ります。おそらくコストの関係でこうなってしまったのでしょう。ドライブ能力が低いといっても、定格出力以下で使う限り音に影響することはありません。X バランス回路は回路が複雑でコストがかかる欠点がありました。欠点をカバーするだけのメリットが他にあればいいのですが、今回の測定では見当たりませんでした。この回路が改善したかった問題の多くは、ダンピングファクターが十分高ければ起きないと考えられます。それにこの仕組みはプラスマイナスの特性がきっちり揃っていないと歪みが増えてしまいます。 X バランス回路の仕組みは一般ユーザーにとって難解です。このアンプがよく売れたのは X バランスだからというよりは、アンプは山水という以前からのブランドの力が大きかったように思います。それにこのモデルはなかなかいいデザインです。この顔は黄金期の山水を代表しています。このアンプに思い出のある方は多いのではないでしょうか。これは山水が最も輝いていた時代の魅力あふれるモデルの一つです。ご視聴ありがとうございました。